はいえー、皆さんこんにちはえ DZH フィナンシャルサーチの和田ですえー、ただいま5月30日の木曜日ですねえー、午後の1時53分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います。 昨日からです、ね、ドル円ですけれども、アメリカの長期金利が大幅な上昇となる中で、全面的にドル買いとなりますと、戻り高値をつけるような形になりました、一時157円の71というところまで買い戻しが進むという形になったわけですけれども、今日東京市場に限りますと、日経平均が朝方から大幅な下落となる中、少しですねリスクオフ的なです、ね、動きになってきているというところです。 と先ほどですけれども今一番安値をつけているところですね157の13まで今今日の安値をつけるという形となっていますまあそこら辺の値動きですね、えー、詳しく見ていきましょう はい、えー、こちらら見てもらってもっます。昨日は157の、えー、13からですね、えー、やはりスポーツということもありまして実需の買いですね、えー、かなり、ね、断続的に観測されましたそういった中で157の40まで値を上げたわけですけれどもその後は157の21まで下押しをして2030たりでのです、ね、もみ合いがずっと続きましたそして3時,とお3時となりまして東京市場ですね、株式市場をクローズしたと同時にまとめ まって売りが持ち込まれますと156円の急2までストーンと売られるんですけれども結局すぐさまですね買い戻の動きになりまして157円台にまた再び値を戻すような形になりましたいろいろ説はありましたけれどもおそらくオプション絡みの売りが出たんじゃないかといったようなです、ね、声も聞かれています6円の急2の安値をつけた後すぐ157円台まで値を戻してその後はは157円をです、ね、切れることなくまたもみ合いの中で下値を切り上げていくという形となりました 昨日、アメリカの長金利がじりじりとまた上値をです、ね、拡大していく中で一旦またですま、ね、たドル円も上値を試すような動き特にニューヨーク市場入ってきますと昨日高値の、アジア時間の高値の7円の4ねこちらを上抜けますとです、ね、また買い,が買いのスピードが強まるという形となりました昨日は7年債の入札も行われたわけですけれども 1>, 1日前の前日の2年債5年債の入札が非常に悪かったわけなんですが、昨日の7年債入札も1.3ベースの手入発生という形となりまして、こちらもですねまた連日の不調に終わったということなんですね。こちらをきっかけとしまして、アメリカの10年祭り三五り4.6357%まで、まあ、かなり大幅な上昇になる中、ドル円も157円の71の高値まで値を上げるという形となっています。 そして今日の特京市場ですが、見てください、こちらです。朝方こそ157円の67まで買い物しがある場面があったわけですけれども、昨日の高値の71には届かずというところ、そしてその後は日経平均がですね、今日は寄りつきからかなり大幅な下落となります。一時939円安と3万7617円までですね、急落するわけですけれども、この株価の下落とともにクロス円中心に売りが強まりました。一旦は円の1 3、1まで値を下げた後百157円のですね3、1まで値を下げた後百157の4、6まで買い物が入る場面があったわけですけれども、非常に戻りも限定的に終わります。その後は再び午後になりまして、先ほどですけれども、157の1、3の本日安値をつけるという形となりました。こちらではです、ね、5分チャあるのを見てもらうと分かりますように、昨日の入浴時間、ですね上げ幅を拡大したってわけですけれども、入浴時間の安値が1 5十円。 7の16だったんですねですけども、ここの入浴時間の安値を少し下抜けてきたというところではありますけれども、まあ、こうなりますと、昨日の安値の156円の92というところがです、ね、サポートレベルということになりそうです。はい、それでではししのチャートでも確認しましょう まあどれですけれども、昨日157の71まで戻り高値をつけた後、若干今日は株価の下落も手伝いまして、下押しをしているところですけれども、やはり昨日の安値の156.92と,というところがポイント、そして一目の転換線かなり上がってきています、156の60ですね、こちらもかなり重要になりそうです。そして近いところでは、28日の安値が156円の合9 23日の安値が156円の53ですね。いずれにしましても7円割れのところですね、やはり6円台は相当重要なサポートレベルということになりそうです。一方で、上サイドに関しましては、昨日の高値七7円の71は当然なんですけれども、やはり連日お話していますように、4月29日の 大規模介入が入った後の戻り高値、1日ですね、1日の高値の157の99が相当重要なこちらも戻りの目処になってきているというところで、チャートのです、ね、ところをきちんと見極めながらやっていくということになりそうです。こちらユーロドルのししましょう 昨日、はドル全面高という形になりました。ユーロも下値を試すような形になっています。え昨日ユーロに関しましては、欧州時間とニューヨーク時間、2回とも、ね、1.0859で頭を押さえられました。アジアの高値1.0860を上抜けとかはできませんでしたね。結局はアメリカの長期金利の上昇とともに戻り売りが強まる展開、1.08ちょうどまで値を下げて、ニューヨーク市場を引けています。 そして今日の東京市場も株価の下落等もありまして、値幅こそ非常に狭いわけですけれども、安値を更新しています。1.0792までですね値を下げるという形となりました。こちらも東のチャートで確認します。まあ、ドル円もそうなんですが、でドル円以上にユーロドルに関しましては非常にここですね。 このチャート的には重要な局面に差し掛かってきています。今ですね、ここを見てください。厚い一目の雲のところに差し掛かっていますね。昨日はあこれまでダブルボトムとして意識されていました5月の24日と23日のですね、1.0806と1.0805という安値があったわけですけれども、ここを完全に下抜けてきているわけですので、そうなりますと、一目の雲の上限07、0791。 200日が1.0788、えー、一目基準線が0773ですね。そして一目雲の加減が0721というところにあります。そして今、1.0792まで値を下げまして、一目雲のところですね、あと1ポイントというところまで来ているわけですけれども、非常にここですね、この後の海外線が入ってきたのう値動きとしては重要になってくるというところです。はいえー、それでは今日予定されています、この後の主な経済指標ですを、ね、確認をしていきます。 はい、こちら見てもらってますのが、この今夜の、えー、経済指標となります、6時ですね、5月のユーロ圏の消費者信頼関数の確定値と、4月ユーロ圏失業率、6時半が4月、南アフリカの PPI が予定されています。南アフリカは昨日、総選挙を行ったわけですけども、まだその情勢ですね、この今のところ伝わってきておりませんので、このあと、ね、開発市場に入ってから、いろいろ出てくる可能性もありますから、そういったところもですねポイントになってくるというところでしょう。 あとは、9時、ニューヨーク市場に入りまして、9時、4月、メキシコ失業率、9時半が1、3月、期カナダ経常収支、そして4月、アメリカの卸売在庫と続きます。そして今日一番重要になりますのが、1、3月、期アメリカの GDP の改定値、そしてアメリカ新規出用権申請件数が9時半に予定されています。11時が4月、アメリカの住宅販売保留数、そして時間を見ていながら、南アフリカの準備銀行、SARB が政策金利を発表。 24時が EIA の週刊在庫統計が予定されています。そして翌1時5分がウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁、3時半がマクルーフ・アイランド・中銀総裁、明け方6時がローガン・ダラス連銀総裁の講演も予定されています。そして今日はポーランドとブラジルがですね、球場扱いという形となります。 いずれにしましても今日、東京市場あですね、株価の下落に釣れるような動きとなっていますけれども、まだあですね、その後の株価がです、ね、どのような動きになっていくかというところ、非常にポイントになりそうです。ダウ平均昨日は、ね、411ドル安と大幅な下落となった後、引け後のですね、 セールスフォースというですね、ダウ平均の採用銘柄なんですけれども、こちらの決算を受けまして、このセールスフォースの株が時間外で急落、そしてダウ先物も,も今、3万8000円を割り込むほどですね。割り込む… 割り込む寸前になるまで今、ですね下げているわけですけれども、こういった動きを受けて、日経平均も大幅な下落となったわけです。まあ、ただ、今なかな、少し買い戻しの大きくなっていますね。今、467円安というところですけれども、ほぼほぼ半分ほどですね下げ幅を縮めているわけですけれども、このあとどのような動きになるのか、先物市場も含めて注意深く見守っていかなければいけないというところでしょう。そしししてドでですすけれども今再びまた少しですね買い戻しが入って ってますけれどもこのですね株価の動向やまたアメリカの長期金利、昨日は4.6357%まで引けて上げてですね4.6%を維持しているわけですけれども、今現在も若干マイナスに転じてますけれども、今、4.6077%、アジア時間でも4.6%は維持しているというところですね、こちらも今日の GDP を受けた後のですねアメリカの金利動向、非常にポイントになりそうです。 それでは今日の解説をいたします。